どうも、こちらはみみやです。今日も解説していきます。テトリス戦ですね。俺が左側です。パフェ済み対パフェ済み。さあどうだ？相手はパフェありますね。俺はなかったんで、普通にティースピンダブル。ティースピンダブルから、まあテトリスと。普通に火力を送ってますね。さあ。まあまあ、穴は全然。下が直列なので、そこまでたどり着ければ、問題ないが、若干これ地形が怪しいぞ。T ミノからアイミノまで間に合うか。その総裁間に合わなかったの痛いが、相手が掘り切れるんでかなり T ミノまで。これは強い、じゃない、エルミノまでだ。これは強いですね。若干途中で地形が悪くなるような、積みをしていたのでそれが範囲ですかね。相手平積み、平積みに対して俺はおそらく連を組みに行くでしょう。さあしっかり連を組みに行ってこれは有利取れると思います。しかし相手の地形もいいのでまあ耐えられるでしょう。さあテトリスまでつなげて瀕死状態まで追い込んだが、さあギリギリ刺さった。まあ、今のあそこのタイミングで刺せない場合は耐えられていた可能性があるので、まあ、しっかり刺していくと。決められる場面はしっかり決めたいですよね。さあこれはちょっと直列がすごいけど、若干ツモの噛み合わせが悪くて地形が怪しくなっているけど、もうちょいいい積み方があったような気がする。さあこれはどうだ。アイミノまで連つなげてとりあえず掘れれるが大丈夫ですね。ここまで来ればもう大丈夫です。しっかり復活して相手タワーからさらに TD になる形で非常に火力が高い。火力が高いが、妥協して、掘りに行きました。さあ、俺はどんどん火力作っていき、しっかり総裁外して、刺していくと。まあ、冷静に相手見ながらね。ここら辺で相手見ずにむやみに撃ってしまうと、やっぱり掘られてしまうので。ここは、Z ミの回転から、こんな感じにリカバリーいきます。まあ、DT 砲のあのミスは意外とありがちなんで、ああいう風にリカバリーしましょう。さあ、これは総裁当てざるを得なくて、ちょっと苦しいが、相手の火力もかなり送ってますね。これはちょっと1ライン攻撃で、あえて攻撃を送らせずに、相手の総裁を外すタイミングを待ってました。相手もとりあえず総裁外すっていう思考が働いてるので、あえて攻撃を送らずに総裁外すタイミングをずらすというか、そういうねちょっと高度な技術を使ってました。さあこれは少しミスったが、なんとか T スピンでうまくリカバリーして、最低すごいテクニカルなことをしてましたね。これは地形的にはちょっと不利かな。しかし問題なく掘れたんで、あもう大丈夫です。あ、置きミスが致命傷になりうるか。あいみのが間に合わず。間に合わなかったですね。あいみの間に合っていればまだいけたかな。まあ、こっち有利でしたけどね。はい、じゃあ次見ていきます。これはおそらく DT 砲組むでしょう。DT 砲と TSG。まあ、これはね、まあ、親の顔ぐらい見てきた光景ですね。定番中の定番といったところか。さあ、総裁外して、打つけど、相手も T スピンダブルなんで、
あまり意味はなかった。さあこれは意外に掘れるぞ。あゆみのまで掘れる、強い。これは強い。相手耐えられない、無理ですね。大海の2列目か3列目に置いてもあゆみの刺さっちゃうし、真ん中あたりに置いても刺さってしまうんで、もうあの時点で詰んでましたね。さあ直列が来て DT4 と TSD。 さあこれ連つなげずに普通に T スピンの方式でいきました。さあここはこういう風に TSD にするとしっかり掘れながら火力を作りながら掘れると。これ素材合わせて STSD かな、 STSD からここはシングルにして連をつなぐことにしましたね。ここでちょくちょく相手見ながら、しかしそのティーミノはちょっと地形が悪くなるような気がするが問題ないか、まあ大丈夫そうですね。 TSD さあトリプルは組めたが、トリプル組むと若干地形が悪くなると判断しダブルにしました。連つなぎながら今のエルミノでテトリスにして T スピンダブルの先読みになったんで、エルミノを置いてもよかったです。シンメトリーパワー俺の方、ここは T ミノまで連つなげてしっかりテトリス掘りにして、しかし相手も全然これもう受けきれてるので、まあ、まだまだこれは長引きそうです。しかし大ミノミスった。 S ミノが穴を塞いでるので相手結構きつくなってきたが、 T スピンダブル間に合ってどうだ、アイミノ、 T ミノ、 L ミノまで、しかし総裁外してしっかり刺していくと。2人でいれば最強なんだよ。まあ、こういうとこはちゃんと見れてますね。しっかりチャンスを逃さないとね。まあ、ちょっと危険なんで総裁当てながら、ここで総裁外しましょう。Tミノが若干遠いんで削りながら Tスピン、 Tスピンを組んでいくと。ここも相手見つつ判断します。先読みして DT4 かな、 DT4 で総裁外せば勝ち濃厚だろうと思っているが、まあ勝ちですね。アイミノがまああと2、3手なんで、さすがに遠いので、オウミノ、エルミノで先読みしてからアイミノまで刺せれば次の T スピンも確保できたんで強いんですけど、まあちょっと遠かったですね。じゃあ次見ていきます。あ、これ DT4 でしょう。 DT4 と TSD、 もうこの光景はもう本当に定番です、ね、テトリス対戦における定番中の定番というか。さあ相手ジェイミのミスった、ジェイミのミスって若干掘るのに時間かかりそうだが、 T スピンうまく使うが、あ、こっち総裁外しましたけど2ラインなんでさせませんでした。しかし置きミスが噛み合って刺さった。まあ、結構総裁外す時のあのガン待ちってプレッシャーになるんで置きミスしたりするんですよね、意外と。ガン待ちしてる間は、おっとミスったが、どうだこれは。今の S ミノ回転したけど、Z ミノを入れてから S ミノを入れた方が、も
といいリカバリーになったかもしれない。まあ、結構高度な回転入れなんですけど、まあ、どうでしたかね、ちょっと分かんないですけど、多分それの方が良かったと思う。最低直列行っててちょっと怖いぞ。確かも全部総裁外されたんで、これは危ない。さあ連も繋がれてかなり不利な地形になったが、どうだ、テトリス間に合った。これ間に合うの強いです。さあこれもしっかり間に合わせて、しかし若干地形デコボコしているが、まあ掘れましたね。しっかり掘り切って総裁当てながら耐えていく。相手はなんかすごい形してるが、まあもうリカバリーできてます。さあそこで TD アタック、俺危ない。千鳥講師でギリギリまで総裁外して、まあ今のは総裁外せることをちゃんとライン計算してやってるんで、まあ大丈夫です。できるだけ受け切って、まあ、相手に送ってね、プレッシャーを与える感じに。結構積み込まれてから総裁外されるとびっくりするね。さあ相手連、さあ4列対 DT 連、端開け対 DT 連ですね。これは相手は T ミノまでかな。それに対して俺はどこまでだ、 Z ミノまで。ちょっと穴がばらけてる分不利だけど、まだ参るでしょう。しっかり掘って、これは強いです。ここまで掘れればだいぶ強い。相手がオキビスが多発しててきつそうだが、まだいけるか。 Z ミノ回転入れするが、いやーきついか。まあちょっとデコボコがやっぱり増えてたんで厳しかったですね。まあという感じでね、お疲れ様でした。もしよろしければ、まあチャンネル登録の方と、まあ評価の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。